可愛いおまわりさんが注意を呼びかけました。金沢西警察署では、近くの幼稚園児たちの協力を受けて、特殊詐欺被害を防ぐためのキャンペーンを行いました。金沢西警察署の署長室。並んでいるのは、金岩幼稚園の年長の園児5人です。西村和一署長から一人一人に手渡されたのは、一日おまわりさんの委嘱状です。特殊詐欺の被害を防ぐためのお手伝いをお願いすることになりました。子どもたちは特別に署長の椅子にも座らせてもらいました。大きくなったら何になりたい？警察官。お、じゃあ将来この椅子に座りたいとか、なんかどう？ない。ない。性欲はないか。移植を受けた一日おまわりさんは、早速近くの信用金庫を訪れ、詐欺被害の防止を呼びかけるチラシを配りました。金沢西署管内の特殊詐欺の件数と被害額は、去年は9月末時点で1件50万円でしたが、今年は7件1500万円と大幅に増えています。こちらが一日おまわりさんたちが配っているチラシなんですけども、漫画にして分かりやすく説明しています。ATM でお金は戻ってきません。それは詐欺ですということで、いわゆる振り込め詐欺を防止するような注意を喚起しています。被害者のほとんどが高齢の方になりますので、孫世代である子どもたちの注意喚起の声を聞いて、振り込みを立ち止まる、きっかけになっていただきたいと思っております。子どもたちは今日館内2カ所で1時間にわたり詐欺被害の防止を呼びかけ、一日おまわりさんとしての仕事を終えました。